皆さんこっちです。人生オリゴブルーだ。ひろゆきだ。はい、今回の動画はこちら。レゴクリエイター海の秘宝探検の続きになります。前回の動画で巨大伊勢海老と小型潜水艦を組み立てました。今回はこちらの巨大マンタとサンゴ礁を組み立てます。はい、潜水艦と巨大タコと小型潜水艦と巨大伊勢海老の動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせてみてください。はい、それでは巨大マンタとサンゴ礁を組み立てます。完成！巨大マンタとサンゴ礁です。はい、こちらが巨大マンタとサンゴ礁でございます。今までが潜水艦と巨大生物だったんですけど、今回は巨大生物とサンゴ礁になってます。ここに来てあえて潜水艦を作らないというところがちょっと面白いです。そして僕が一番びっくりしてるのがこのサンゴ礁の完成度、めちゃめちゃ高いです。これ作品集でよくあるサンゴ礁ですよ。いや、これは完成、いや、これは素晴らしい。まずダイバーのミニフィグなんですけど、今まで骸骨につけていたシュノーケルとフィンとカメラを持ってます。これは海底調査用のカメラと言ってもいいですね。めちゃくちゃ造形がすごいです。はい、続いては巨大マンタです。全体はこのようになっていて、色は伊勢海老と巨大ダコと一緒でワインレッドカラーになってます。前回作った伊勢海老と違って今回は横幅が広いです。近くで見ましょう。まずこちらが頭部です。口の造形はこのようになっています。これすごいのがアーチパーツのおかげで口を大きく開いているように見えます。これは素晴らしい。続いてヒレはこのようになっていて、ヒレパーツについては結構簡単な作りになってます。そして最後は胴体と尻尾はこのようになってます。尻尾もヒレと同様に簡単な作りになってます。巨大マンタはヒレがこのようにボールジョイントで動いて、尻尾もこんな感じで稼働します。タコと伊勢海老と比べると可動範囲は少ないです。ただその代わり少ないパーツでマンタを再現しているところがさすがレゴクリエイターだと思います。はい、続いてはこちらのサンゴ礁です。全体はこのようになってます。いや、もう先ほども言ったんですけど、これはもうまさに作品ですよ。素晴らしい。はい、じゃあ近くで見るとこのようになっていて、僕サンゴ自体はイソギンチャクぐらいしかあんまわかんないんですけど、実際のサンゴ礁もまあ、こんな感じでカラフルなんだと思います。わ、どれもカラフルでめちゃくちゃ綺麗ですね。ちなみにサンゴ礁の裏はこのようになっていて、後ろには骸骨がいます。そ
してこの骸骨をどけると、はい、なんと金塊があります。おそらくなんですけど、初めに作った巨大なこの金庫が時間を経ってサンゴ礁になったと言ってもいいぐらいですね。はい、今回組み立てた巨大マンタとサンゴ礁とダイバーと並べるとこんな感じです。巨大タコと巨大伊勢海老の時は命がけのトレジャーハントみたいな感じだったんですけど、今回の巨大マンタとサンゴ礁はもう完全にスキューバダイビングを楽しんでるみたいな感じになってますね。強いて言うのであれば、個人的には小型潜水ロボットみたいなのを作って欲しかったなって思います。あ、そういえば思い出したんですけど、僕がかなり前に作った海底探査ロボにマンタいましたね。あれの何倍ぐらいあるんだろう、多分3、4倍以上はあると思います。はい、レゴクリエイター海の秘宝探検巨大マンタとサンゴ礁はこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイター海の秘宝探検巨大マンタとサンゴ礁を組み立ててレビューしていました。まず一番びっくりしたのが3つ目の作品で潜水艦を作らないというところが結構面白かったです。個人的にはこのサンゴ礁の完成度が素晴らしかったのでめちゃくちゃ良かったです。あとはこの巨大マンタも割と大きくてとても良かったです。はい、今回の動画でレゴクリエイター海の秘宝探検の3つの作品を全て作り終えました。僕個人的に今回組み立てた3つの作品で良かったのは3つ目の巨大マンタとサンゴ礁です。これ3つともどれも良かったんですけど、個人的に一番良かったなっていうものは今回組み立てた巨大マンタとサンゴ礁です。先ほども言ったんですけど、このサンゴ礁の完成度と造形がかなり素晴らしいのと、あえて潜水艦とか作業ロボとかを作らずにサンゴ礁にしたというところが結構面白かったです。あと大抵僕いつもレゴクリエイターで一番良かったのって最初に作れるものだったんですけど、今回は3番目の作品が良かったというところは結構僕の中では珍しいかなって思います。ちなみにこちらのレゴクリエイターなんですけど、徳島のイオンモールで5000円で売ってました。最近のレゴクリエイターからしたらちょっと割高かなって思いました。ただボールジョイントとかいろんなパーツが入ってますので、このセットはパーツ集めにもすごい最適だと思います。今回のレゴクリエイター海の秘宝探検はとても素晴らしかったです。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。